リラックマでーす。実はですね、私昨日気がついたんですよ。6月5日にですね、本当にありがたいメールいただいております。ニュース見ました、感動しました。仏壇仏事で困った問題が起きましたら何卒よろしくお願いします。本当にありがとうございます。でその次がですね、実は、6月16日、昨日ですね、毎日ブログと動画拝見しています。来月東京へお仏壇の納品に行かれるとのこと、道中気をつけて実況中継楽しみにしております。はあ、もう本当にありがとうございます。こんなにありがたいお言葉ですね。私が気がつくのが遅かったもんですから、本当すいません。この動画見ていただいていらっしゃるでしょうか。本当にありがとうございます。はい、では、はい、さあ、では今日は6月の17日土曜日、はっきり言ってこの着ぐるみ暑いです。さあでは全国のリラックマ好きの良い子の皆さん、いつものお約束、今日も元気に営業中、やっぱりいつでもリラックマ。本当にメールありがとうございます。